見て、ディーリング途中でぶち折ってあるわこれ、ね、これのさ設定ってなんていうのかしらね、取れないあら、いらっしゃい。見て、うっせぇわよね、うっせぇわがさ、ふわふわのクッションになってさ落ちてるじゃない、こんなところに。これは拾うわよね、やっぱりね。ね、でもさ、一時さ、みんな子供がさ、ね、ありとあらゆる子供がさ、みんなさ、パプリカ、花が咲いた、なんか演歌っぽいわね、私が。ね、いや、ね、パプリカ歌ってたね、可愛らしいわって思ってたのにさ、突然さ、うっせえば言い出したもんね、びっくりしたわよね、あの頃ね。本当に可愛さのかけらもない子供が全員、うっせえ、うっせえ、うっせえは突然グレたみたいな。ね、子供の思春期全開みたいな感じだったけどね。もう今はだいぶ落ち着いたわよね。ね、今何歌ってるのかしらね、お子さんたちってね。もうちょっと私わかんないけどさ。というわけで、今日はね、このね、うっせぇわ落としていこうと思うんだけど、もう見て、完全にこの掴み方だと思うの。ね、アームのさ、あの左側、ちょうど空いてるところにさ、真ん中よりちょっと右で掴んであげて、左側に落ちるように持っていく。もうね、多分私これしかないと思ったの。ただね、これがね、中心をうまく掴んでなかったのか、それともアームのねじれとか癖なのかわかんないけどさ、見てよ、手前にがっつり来たじゃない。ね、これはさ、ちょっと厳しいところよね、アームが届く。でも若干なんかいけそうな気がするから、2、3ってちょっと触ってみようと思うわ。カマコの沼。まあ、アームのね、掴む強さもあるし、しっかり上に持ち上げてくれるし、若干のね、遅延もあるみたいだから、結構ね、簡単に取れるかもしれない。うん、結構ね、簡単に取れるかもしれない。うん、すごく有料だよ。ね、こういうのをやっぱり見つけてやらないとね、ひどいのあるじゃない。まあ、みんなまで言うなって感じだけどさ、やっぱこういうのが、そう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 、いいわね、いいわね。うん、まだまだ全然この位置でも勝負できそうね。手前、そうそう。久しぶりになぞったじゃない、今。ね、しかもさ、こう、絶妙なさ、こところで手を離すみたいな、見てた今、ちょっともう一回見る見るね。ほら、見て、ここ、そこ、そこ、そー。あ、もう声にならない、声が出るっていうのはこういうことかしら。楽しくなってきた。さあ、というわけでね、できれば3本全部クッションの下側、あ、いい感じね。ちょっとそっちじゃない、そっちじゃ、あ、危なかった危なかった。今の使って、つかつかつかー。何、なんか怖いものが寄ってきたみたいな。つかつかつか。ね、怖っ。さあ、ね、しっかりね、掴んであげた方が変な風に転がなら、転がな。転がらない、言えた、ほら。そうそう、転がらないのにね。ね、さあ、これちょっと手前が入ってないわね。下まで入ってないと変な持ち方をして変なところへ。あ、危ない危ない。あ、ちょっと向こうにいてくれたから、まあ今のは結果的にオーライよね。やっぱね、これね、見てるとね、左側のアームがさ、ちょうどこう平行っていうか縦に並んでくれてるから、そのアーム2つをあのちょうどね、うっせぇわの口のあたりをね、猿ぐつわかますみたいな。猿ぐつわって知ってる？みんな。ね、あんま知らなくてもいい言葉だと思うんだけどさ、猿ぐつわってさ、あ、こういうの、こういうの、そう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 ね、こういうのなんだけど、それをかますみたいに持ってたけど、だからこれは奥が入ってないよね。ね、最初、結局最初の持ったやつが一番良かったんじゃないのこれ。ね、攻略法がある程度分かった上で、きちっとその通りにアームを動かせるかどうかっていうのが一番の問題点なんだよ。さ、これ若干ちょっと中心いってるわね。でも両方入れば持ち上げてはくれそうなんだけど、あ、そうそう、あー、また奥が入ってないわね。ほらね、私みたいにさ、ちょっと性格がひねくれてるとさ、クレーンもなんかひねくれるのかしらね。うまくなんか全体的に持ててないわよね。でもこれほんとちゃんと持ててたら、もうとっくの昔にね、うっせぇわをね、穴にインできてるはずなのよね。久しぶりに行ったんじゃない、私、穴にインって。
ね、ちゃんと言おうかしら。ね、なんかちょっと勇気になっちゃった。いい、行くわよ。せーの。あんなに、いいよ。たまにはいいわね。というわけで、ちょっとね、これ初期位置に戻してもらうわ。ね、見て、これ初期位置に戻せって言ったらさ、もう、結構ね、簡単に取れるかもしれない。大サービスよ、出血大サービスよ、出血多量大サービス、出すぎた。血出すぎた。もうね、こんなのはね、あんまり考える必要ないわよね。中心よりちょっと右かなぐらいのところで持ってあげる。見て、下、玉ついてる、玉、ほら。今日の、たまこ。ほら、玉も取ってるわ、玉。玉は落ちなかった、残念。でもね、ちゃんと、ぷぷぴ、ドゥよ。ぷぷぴ、ドゥ。かまこの、沼。さて、お次はね、見てこれ。あの、冒頭でもやったんだけどさ、あの、Dリングをさ、半分からパキッと折ってあってさ、何リングっていうの、これ J リングっていうの。なんか J リングっていうとさ、韓国のアイドルみたいな感じがするわよね。ね。で、これをね、やっていこうと思うの。で、ぶら下がってるのはあのスマホスタンドなんだけど、これさ、私すごく悩んだのが、手前を触るべきか奥を触るべきかなんだよね。とりあえずね、手前で当ててみるわ。手前を上げて、あら、ね、いい感じじゃないの。もうこれもう次で落ちそうよね。もう次でサクッと落としちゃいましょう。もう手前を引っ掛けるか奥を押すかでバウェイよ。一番ダメなやつじゃない。ほら全然触れない。もうもう言ってる場合じゃないわね。はい、これいい感じね。あ、いい感じね。左で手前をちょっとかけば、ほらーねー。なんかこれ落とすの気持ちよね。カラーンってなんか一気にカラーンと外れるみたい、外れるみたい。とりあえずプープッピドゥよ。プープッピドゥ。かまこの沼。なんかすっごく簡単に取れちゃった感じがするからさ、もう一回の奥っかはね、奥っかは今度狙ってみるわね。でさ、これもうさっきと同じように手前をちょっと狙って、今失敗。調子に乗ると大体こんなもんよね。ね、そうそうそう、この奥をさ狙っててみるんだけどさ、私これ気づいたんだけど、あのね、これ画像だとちょっと見にくいんだけど、実は手前にちょっと傾斜してるのよ。だから手前のがちょっと低くて奥のがちょっと高い感じになってるのね。だからさ、結構奥の方が狙いやすかったりするわ。あの左右移動はあれなんだけど、わー、うっそ、今ので落ちない。私今ね、喋りながら絶対落ちると思っちゃう。落ちないかね、あれで。なぜ。いや、次よね。次来た。もうほら見て、あの先っぽ見て、先っぽ。もうギリッギリじゃない。行く寸前よ、こんなもん。もうほんと、もうじき発射よ、発射。スペシャルのワンス。ファイナルビジョンとエンハンスのビジョンのハブル。ね、もう早く発射させてあげなさい。こんなところあげなさいって変ね。ね、こんなところで粘ってもしょうがないわ。はい、せーの。おら、気持ちよく行っちゃった。はい、プップピドゥよ。プップピドゥ。チャンネル登録。評価ボタンお願いしてもよろしいかしら。はい、というわけでね、実はね、ちょっとすごいの見つけたわね。さっき言ったみたいにさ、後ろ側がさちょっと高いのよね、前より。ってことはこれ見てて、ほらね、下降制限がさ、後ろも前も一緒だと思ったら奥の方が絶対に先に当たるわけじゃない。だから動かすこの幅も大きくなるのね。だからこれ前でやったんだけどできなかったんだけど、奥だったら今みたいに爪で押してやると一発で取れるねえ。すごくない？私すごいの見つけちゃったと思ってさ、ちょっと調子に乗ってさ、すぐ隣のやつでもまたやってみたの。これね、これそうなの、ほら失敗すんな。
やっぱちょっとね、いろいろとなんかシビアみたいね。でもかなりこれで動いたわね。これちょっと分かりづらいんだけど、前のね、今の前のやつと比べてみると分かりやすいかもしれないかな。あのペラ輪のね、向こう側に出てるその J リングの先っぽがだいぶ違うじゃない、ね、だから今のは絶対効果あるの。でこれであともう1回かもしくは2回ぐらい同じようについてあげると多分取れるわね。ただ面白くないじゃない、それじゃ。だから今度はもう1回違う方法で取るわ。これね、今度は手前バーの手前をこう思いっきりこうね、右へっていうか、まあ、どっちか振ってあげるのよ。そうするとあの J リングの根元とあっち側で軽くロックしたみたいに動きづらくなるのよ。でこれあの D リングのさ、よく棒に引っかかってて右左やるやつと違うのは、これ左側見てさっき落としたやつ J リング残ってるでしょね。だからさ、景品を落とせばいいわけよ。 J リングを落とす必要はないの。だからできるだけ大きく、これもねテコなのよね。ね、小学校の時にやったじゃない、視点力点作用点ってやつ。そらね、落ちたでしょね。視点を中心に力点と作用点で、力点が大きく動けば動くほど視点違う、間違えた、分かんなくなってきた。力点に力を大きく加えるほど作用点のこう動きも大きくなるみたいな、そういうやつよね。だからさ、今みたいにさ、うまくロックをしてあげると力が逃げないから、綺麗にね、アームが引っ張り上げる力を下に伝えてくれるのって私は考えたんだけど、まあ合ってるかどうかわかんない。とりあえず取れてよかったわ。それじゃあね、プッピッドゥよ、プッピッドゥ。Thank you.